はい、今日はヘッポコホットプレートシリーズジンギスカン編を撮影してみます。ドザンコのソウルフードジンギスカンですが、皆さんもジンギスカンのことについて大体知ってる方も多いと思いますけども、簡単に説明いたします。ジンギスカンとは一般的には羊の肉を焼いて食べる料理をもちろん言うんですけども、大きく分けるとまずラム肉とマトン肉という2種類があります。ラム肉とは、生後1年未満といいますか以内の羊の、まあ、子羊の肉で、それより過ぎたものを一般的にマトン肉というふうに言います。ラム肉に関しても、まあ、食べ方は一般的に、生ラムと言われる冷凍してない生肉のラムか、あとは冷凍された、ラム肉というふうに分けられると思いますし、マトンに関しては、これも冷凍生のマトンってあまり聞いたことないですね。おそらくほとんど流通してないと思うんですけど、冷凍のマトン肉、いわゆる丸く、円筒状になった形の凍ってる肉、もしくはタレに漬け込んであるタレジンギスカン、これこういうふうに分けられると思います。タレジンギスカンで言いますと、長沼ジンギスカン、タンネ島ですとか金広ジンギスカン、あと松尾ジンギスカンなんかも有名なんですけども、今日は、その中で、タレのジンギスカンなんですけども、今日は羊ではなくて豚下がり、豚ジンと言われる豚ジンギスカンをちょっと食べてみたいと思います。でセッティングは、ホットプレートですね。ちょっと玉ねぎを入れてあります。具材はシンプルに野菜でいうと玉ねぎ、もやし、これ19円です。それと見切り品で値引きになった舞茸、あと豚ジンギスカン、もうこれだけで十分です。じゃあ早速やっていきます。ちょっとまだ凍ってます。もうタレジンギスカンはもう簡単なんで、タレじゃないジンギスカンですと先に玉ねぎ焼いたり、しますけども、もうタレなんでもうタレに漬け込むイメージですね。もう舞茸もいっちゃいます。適当にちぎっても、はい、キノコのエキスが出るとうまいですね。はい、もう、はい、ちりばめました。あとちょっと熱入るまでしばしこのままいきたいと思うんで、まずは乾杯と。本日は沖縄オリオンビール、最近は北海道でもたまに買えます。メンソーレ沖縄、乾杯。
今録画しておいた若子酒を見ながらやりたいんですけども、最近動画を撮るとですね、音楽でもテレビ番組でも著作権の絡みで YouTube 側に跳ねられることが多いので、音はほとんど落としてヘッドホンで聞きながら映像を見ていきます。ヘッドホン、これ、まあ、エロビデオを見るときも必需品なんで、そんな感じです。もやし入れていきます。いい感じに、いい感じになってきましたよ。まあ中かな。ではいかがでしょうか。シカゴで生まれてアメリカで人気のフランス。はい、いい感じです。いただきます。まずは玉ねぎ。うん、うまいね。じゃあお肉ちゃんいってみようかな。ラムとはちょっと違う味わいだね、やっぱり。
めてて、じゃん。味が物足りなかったりするとベルの陣取りをちょっと第2陣スタートしてます。ここでワンポイント、後半ちょっと味変をした場合は、したい場合はバター、はい、バターを入れてコクを出していくとまた違った旨味になります。ちょっとカロリーは心配です。はい、いい感じになってきました。ここでもう一つ裏技というかおまけです。長沼ジンギスカンで言うと最後締めは、ラーメンを入れます。ちょうど1人前待つはこの生ラーメン入れてきます。でそのままここに入れちゃうと、なかなか茹でやさらないのと、麺の成分が溶け出しちゃってちょっとドロッとしちゃうので、一回軽く茹でてから投入するのがおすすめです。はい、麺が茹で上がりました。
麺入れます。色変わりします。よし、まずはちょっとお肉バターのコクが出てます。はい、じゃあ麺いきます。うまい、たまらんね。幸せ幸せ。